新宿駅新宿駅のバス乗り場、新宿高速バスターミナル、新宿高速バスターミナル全計26番乗り場に、停車中の高速バス、新宿高速バスターミナル前にあった、乗り場番号表示新宿高速バスターミナルは、かつて、東京都新宿区西新宿一丁目で、京王電鉄バスが運営していたバスターミナルである。新宿駅西口に位置し、 主に、慶応グループと、中央高速バスなど、共同運行会社の高速バスが発着していた。1971年4月5日開業。2016年4月4日に開業したバスタ新宿へ、バスターミナル機能が集約された後、同年5月8日をもって高速バスの発着が終了し、45年の歴史に幕を閉じた。慶応電鉄バスの時刻表やウェブサイト、 ハイウェイバス .com などでは、バス停留場の名称として、新宿西口と表記されることもあった。また正式名称ではないが、新宿駅南口にあった JR バスの、新宿駅 JR 高速バスターミナルや、後に開業したバスタ新宿特別するため、新宿西口高速バスターミナル、京王新宿高速バスターミナルと表記されることも、あった。バスタ新宿および、 新宿駅のバス乗り場も、山椒新宿高速バスターミナルが入居していた前、新宿第二ビル名人安田生命新宿ビル前の26番、乗り場26番乗り場。手前は、新宿駅、西口地下広場への出入り口1971年4月5日、新宿駅西口からほど近い旧安田生命、第二ビル1階に開設された。当ビルは、その後、 幾度かの解消を経て、前新宿第二ビルという名称となった。前新宿第二ビルの1階にバスターミナルの乗車券販売窓口、地下1階にバス待合所、売店が設置されていた。2010年には、ヨドバシカメラが、ビルを取得。バスターミナルと同じ1階に入居していた水保証券、新宿支店が2011年10月11日を、持って移転し、 跡地には、ヨドバシカメラ、新宿西口本店別館となる携帯電話、スマートフォン売り場などが出店した。過去には3台分のバス乗り場を有していたが、2011年4月以降は、前新宿第2ビルに隣接する小島ビルの建て替え工事に伴い1台分が減らされたため、2台ずつしか入線できなくなった。小島ビルは建て替えられ、 2013年5月31日に地下2階で k 応モールと直結する複合商業ビル、新宿110ビルとしてオープン、同日より同ビル1階2階に新たなバス待合所が開設された。2016年4月4日のバスタ新宿開業により、同日以降は東バスターミナルの発着路線は原則としてバスタ新宿発着に変更された。これに伴い、 乗車券販売窓口は、前日の4月3日に営業を終了した。淀橋カメラ前50番乗り場発車の最終便は、同年4月2日23時40分発、名鉄バスセンター行きの名鉄バス2254号車であった。当日は、バス運転手への花束贈呈が行われ、バスターミナル閉鎖を惜しむバスファンが多数撮影に訪れた。バスタ新宿開業後も、 定期便を含むすべての到着便や一部の臨時便などが新宿西口での発着を継続していたが2016年5月8日22時25分発松本行きのアルピコ交通85,993便の出発を最後に45年の歴史に幕を下ろした2016年5月8日をもって前新宿第二ビルの乗り場及び隣接する 新宿110ビルの待合室が運用終了したことに伴い、一部の臨時便と南アルプスエコパークライナーのうち8時発の便は、当ターミナルではなく明治安田生命新宿ビルに近い新宿西口26番のリバからの発車となった。また、一部の臨時便と南アルプスエコパークライナーの内南アルプス市、 たった16時発の便は、同28番乗り場への到着となった。2016年5月27日、バスターミナル跡地にヨドバシカメラ、携帯、スマホ館がリニューアルオープンした。乗車券販売窓口のあった同ビル1階に、携帯電話、スマートフォン売り場が拡張され、50番乗り場の看板は、そのままヨドバシカメラに書き換えて使用されている。 前新宿第2ビルを所有する、ヨドバシカメラには、道路を挟んだ向かいにある、新宿西口本店と一体的に建て替える構想があり、この計画が実現すると、建物は取り壊されることになる。新宿高速バスターミナル営業終了後も、バスターミナル前のデイリーヤマザキの店舗名に、デイリーヤマザキ新宿高速バス TM 店として名前が残っている。 バスターミナル内にあった発車表。多い時には同時刻に7台のバスが発車した人混みをかき分けながらバスターミナルを発着する高速バスバスターミナルに停車中の南アルプス号バスターミナルとヨドバシカメラ、新宿西口本店以下はバスタ新宿開業以前における東バスターミナルの状況である。バス乗り場、編集新宿駅。 西口バス停留所群の一つとしての乗り場番号もあり、50番となっていた。本ターミナルの案内上の乗り場番号として1番2番乗り場に分かれ、案内放送では1から2番の番号で案内されていた。台数が多く50番乗り場が立て込んでいる場合は、臨時乗り場として26番バス停で乗車を扱うこともあった。近年は路線が増えたこともあり、 週末を中心に朝夕は工場的に26番を乗車に使用していた。夜行便は基本的に26番乗り場への変更はなかった。なお、1990年10月12日の博多号運行開始時にはセレモニーを行うため、16から17時の便のほとんどが26.27番からの発車となった。校舎は26番バス停か。 さらに左折して28番バス停で行われていた。新宿土家線は常に28番乗り場から発車していた。バスターミナルといっても、狭い路地に沿ったビルの1階に2台分のバスプールがあっただけで、バスは人混みをかき分けながら慎重に発車していた。前日の通り、過去には3台分のバスプールがあったが、小島ビルと手替え工事により2台に減らされた。 また周囲にヨドバシカメラ、新宿西口本店などがあり終日人通りが多いため警備員を配置して交通誘導を行っていた。同時刻の発便が合計3台以上となったり1便が3台以上に増車された場合は26番を使用するか入りきらない分は発車時刻を過ぎてから時間差で入線していた。同じ便でも後車によって50番26番の2カ所に 別れる場合もあった。前新宿第2ビル、編集前新宿第2ビルの1階には出殺窓口が6つあり、本ターミナルに発着する各路線の当日分乗車券を発売していた。翌日以降の乗車券の購入や予約のみの依頼は一切受け付けていなかった。以前は1番から6番のカウンターで担当路線が決まっていたが、2016年2月15日からは、 大きく二つの方面に分けられた。その後、同年2月22日からは方面を問わず、購入口に整列している順番で発売するように、再度変更された。6番カウンターの横には、クレジットカード対応の自動券売機が2台、並んでいた。自動券売機の左横には、無線、放送カウンターがあり、地下1階には、冷暖房完備の待合室、売店、軽、ショップ、 トイレが設置されていた。同ビル2階には翌日以降の乗車券を発売するカウンターがあった。後日する博多、天神行きの博多号が当ターミナルに発着していたため、九州内の路線バス、高速バスが乗り放題になるフリーパス、サンクパスが発売され、都内では旅行会社を除けば唯一の発売窓口であった。 二階への上がり方が若干わかりづらかったが、バスターミナルのプラットフォーム上に入り口のドアを案内する大きな看板が掲示されていた。新宿百獣ビル内待合所、編集前新宿第二ビルに隣接する小島ビルを建て替え、2013年5月31日にオープンした新宿百獣ビルの1階2階に新たな待合所が開設した。こちらには、 クレジットカード対応の自動券売機2台のほか携帯電話充電器が設置されていた。2016年5月8日までは、前新宿第2ビルの1階のバス乗り場及び、新宿西口の26番28番乗り場を乗降場として使用していた。また、新宿110ビル内の待合所は同日まで運用を続けていた。かつては、以下の中央高速バスや、 夜行高速バスなどの路線が、東バスターミナルから発車していたが、バスタ新宿の開業に伴い一部の臨時便のみとなっていた。京王電鉄バスグループ、編集京王電鉄バスグループの多くの路線は、中央道経由である。この中央道経由の高速バスの詳細については、中央高速バスを参照のこと。その他、上信越自動車道や、 東名高速経由などの便も発着していた。なお、京王線沿線への深夜急行バスは、新宿高速ターミナルへは入らず、京王百貨店前の21番乗り場から発車する。中央高速バス、編集その他系統、編集上新越道、系統東名高速系統長距離系統新宿、土家線西東京バス、編集西東京バスが運行する。 これらの路線は当初はバス事業分社化前の京王電鉄直営で開設されたが直営時代の1996年に子会社の西東京バスに移管された後2003年に再度同社市会社の多摩バスに移管さらに2008年9月に西東京バスに再移管された経緯があるまた西東京バスは京王電鉄バスグループであるがこれらの路線は 中央高速バスとして扱われない。詳細は、西東京バス高速バスを参照。なお、高尾、川辺方面への深夜急行バスは、新宿高速ターミナルへは入らず、西口バスロータリー16番乗り場から発車する。関東バス、編集系半バス、東京ミッドナイトエクスプレス、京都号関東バスは、京都、奈良、平方方面に向かう、夜行路線を運行する。 奈良方面は、京王プラザホテル起点、京都方面は、新宿駅周辺起点で、渋谷マークシティを経由する。かつては分離市会社の KB バスが運行していた時期も、あった。京王電鉄バスグループが運行に関与していないため、京王の高速バス予約サイト、ハイウェイバス .com では、関東バス便の情報は掲載されているが、予約はできない。また、 関東バスが運行する高速路線の乗車券は関東バス座席センターの営業時間外に座席番号等の確認発見ができないためーターミナルで発見できる時間帯に制限があった関東バスは慶 o グループが出資する外縁企業のためにここを発着していたという説もあるが実際は開業当時新宿駅周辺で他に使用できる場所がなかったため 曲がりすることとなっただけである。関東バスがかつて、新宿駅西口から、中高便の絹川線を運行した際は、当ターミナルではなく、一般路線が使用する西口14番乗り場で、発着していた。近鉄バス、編集西東京バスと共同運行する前述のツインクル号のほか格安便のカジュアルツインクル号を、近鉄バス単独で運行する。 2008年4月24日までは、カジュアルチンクル号も西東京バス移管前の多摩バスとの共同運行であった。西日本鉄道、編集西鉄バス、博多号西日本鉄道は、福岡、天神への夜行路線、博多号を運行する。かつては、京王との共同運行であったが、1999年に京王が撤退し、以降は西鉄が単独で運行している。 東京側での乗車券の予約、発券は引き続き、k 応が行っている。富士急グループ、編集 k 応との共同運行路線については、k 応電鉄バスグループを参照。国際工業バス、編集2012年7月13日より、国際工業バスが乗り入れ開始。なお同社が、新宿駅へ乗り入れるのは、夕日号が初めてであった。アルピコグループ、 編集アルピコ交通松本線慶応との共同運行路線については、慶応電鉄バスグループを参照。ツアーバスとして運行していた、爽やか新集合が、新高速乗り合いバス制度の施行に伴い2013年より高速路線化、同時に新宿乗り入れを開始。2015年より、アルピコ交通東京営業所の分社化に伴い、上高地発着路線の運行は、 アルピコ交通東京へ移管。広南バス、編集2013年7月16日より、広南バスが乗り入れ開始。開封観光、編集2013年8月3日より、開封観光が乗り入れ開始。当初はツアーバスとして運行されていたが、2013年8月の高速乗り合いバス転換に際し、4往復のうち専用車両が充当される2往復が、 東バスターミナルに乗り入れ開始した。かのに往復は旧ツアーバスからの転換路線が多く発着する高速バス西新宿で発着していた。かつては京王との共同運行路線のほか新宿、上山田温泉、八代間路線を川中島バスが単独で運行していたが、2007年に廃止された。以下の路線を山梨交通が単独で運行していた。 ありがとうございます。